皆様こんにちは。名古屋フィルハーモニー交響楽団正指揮者の川瀬健太郎です。この度の新型コロナウイルスの影響によりまして、3月13日それから14日と行われるはずだった定期演奏会を中止せざるを得なかったことを非常に残念に思っております。しかしながらこのような事態ですので仕方がないのかなとも思っております。今回やるはずだったプログラムはライブで聴いてならではの作品たちだったと思いますので、いずれ、このプログラムでリベンジさせていただける日が来ることを楽しみにしております。今年は、正指揮者になって、名古屋フィルとの共演機会たくさんありますので、少しでもこの事態が、改善されて、またコンサートホールで皆様と、音楽を分かち合える日が来ることを我々一度楽しみにしております。それではその日まで。